中澤先生お疲れ様です。はい、なんかちょっとね、いつもとちょっとやっぱお客さんの雰囲気が違かったんでちょっと緊張したんですけど、終わってみたら楽しかったですね。はい、ということで、あのこの動画を見てる方は何のことやらって感じだと思うんですけど、先ほどまで今中野にいるんですけれど先ほどまで池袋のなんじゃタウン、はいはいはい、遊園地に行ってました。僕もあの20代の頃結構何度か遊びに行った思い出の場所なんですけど、そこでですね、このイベントの、PR も兼ねたトークショー、吉田裕貴さんと先ほどまでやらせていただきまして、何せあのなんじゃタウンのトークショーだから、あの菅さんも後ろで見てたと思うんですけど、お客さんもね、そうですね、ヒットプラスワンとは違う、あの親子連れの方とかもたくさん来て、 お子さんとかもね多くて、中澤武史も吉田裕貴もあんまりファミリー層の前でトークする2人ではないんじゃないはい、だからあれだった。でもありがたいことに、最近テレビとかの仕事が2人とも多かったから、あ、テレビで見たことある人だって気になって、なんじゃタウンのお客さんが座ってくれたりとかもね、おみたいなんですけれど、まあとにかく、この動画が公開されてる頃はもう都市伝説展始まる直前なんですかね。そうですね、はい、昨年もやらせてもらった都市伝説展が今年都市伝説展2024として帰ってきまして、でこれメインビジュアルなんですけど、これ見てもらって気づくとこないですかすごいっすね、メンツが。去年と比べてユーマがすごいパワーアップ。そう、まあ、あと UFO とかもかな。だから去年はもうちょっと霊的なものが多かったですか、うん、今年はユーマ、宇宙人、あとオーパーツとかね、はいはいはい、割と僕の得意分野が去年の都市伝説と比べてすごい増えてきて、まあ、僕もいろいろかなり今回協力させていただいている都市伝説展2024が8月10日からサンシャインシティ、ウルフェス、今はウル様でおなじみのサンシャインシティで、もうウルフェスがやってたところで自分のかかってるイベントやれるっていうのは嬉しいんですけれど、このイベントの、来週から始まるっていうことで、その PR も兼ねての、トークショーを、先ほどなんじゃタウンさんでやらせていただいたということで、今回ユーマオカルトチャンネルをご覧いただいている皆様には、今回中澤武史、吉田裕貴が都市伝説展2024のPR も兼ねて、行ったトークショーの様子をご覧いただければと思います。私は怪談をやっております。怖い話担当とユーマ UFO 担当、ユーマ UFO で、このイベントというとオーパーっていう、はい、マニアックなやつで、はい、いろいろやっております。まずはですね、こういう都市伝説展2024というものが8月10日から25日まで池袋のサンシャインシティで開催します。文化会館ビルの2階で、やるんで、その前線に我々やってまいりました。お弁当とかお食事とかアイスとか食べてる方にとってはちょっとお耳汚しかもしれませんが、仕事の人はこれからすごくわけわかんない話が30分で終わりますので、はい、ね、ぜひともね、この変なことやってるんだと思って聞いていただけると嬉しいんですけども、今日でもあれですね、はい、僕も吉田さんもよくイベントとか出てるんですけれど、普段僕らが出てるイベントが見かけないようなお子さんとかも、はい、お子さんに向けて何か発信する機会があんまりないので、なかなか今のお子さんに楽しめるようなトークを、そうですね、はい、月曜から夜更かし出てきてください。あれはたまたま街頭、まあ、見てた人もそんなにいないと思うけど、ちょっと待って、まあ、見てた人は人気番組ですね。たまたま新宿歩いてる時に、見た人います、中澤さん、あ、ほら、やった、え、完全に好きよな、あの番組で、あ、そうですか、私もちょっと今吉田さんの T シャツをたまたまで着てる、私の番組の最初に着てた、そうですね、着てた、あ、そうですね、便利なんで、はい、じゃあ、座りましょう、はい、はい、はい、ということで、まあ、今日はこのイベントの PR、 あ、ちなみに今は座っている皆様はたまたまなんじゃタウンに来ていて、今座って見てくれているというのはどのくらいおられますか。結構いうことは、この都市伝説展が何なのかも全く分からない人がやっぱ多いですよ。これやっぱちょっと分からん、初めて聞いたよとか、特に内容知らない、これはプロモーションの違いが、宣伝の違いがありますね。ちゃんと頑張らないといけないですね、はい、これは。都市伝説って、はい、簡単に吉田さん、どういうことなんですか。都市伝説というのは、誰かが体験したとか、本当にあった話だとされるけど、
一応その誰か体験者は特定できない、まあ、噂話ですね。こっちから人面犬とか人の顔をした犬がいるっていうのは90年代初めとかにすごく入りましたね。19年ぐらいに。他は口先女もそうですね。マスクしてて、なんか足へ続いてきて、綺麗という人の綺麗じゃない人も、もうマスクかけして、耳が、まず口の裂けた女が、この物を落としてくるっていうのは、1979年頃に大流行した噂を話しています。っていうのが狭い意味の都市伝説ですけども、ただ、この都市伝説っていうのはもっと範囲を広げて、まあ、オカルト全般という意味で使わせてもらいますね。そうですね、あんまり都市伝説の時にユーモアとか入れてもらえないことが多いんで、はい、このイベントだとユーモアとかそういうのも入れてもらって、まあ、オカルトっていうことかもね、お子さんとかわかんない方もいるかもしれないけど、ここで言うと不思議なことみたいな。そうですね、不思議な文化だったり、はい、ユーマっていうのは未確認。そうですね、まだ見つかっていないのキノコとかネッシーとかああいうのを今ユーマって言うんですけど、そういうものの、いろんなものが変化しちゃうとか UFO、はい、あのまあ、宇宙人の乗り物なんじゃないかとか、まあ、それ以外でもトラブル、飛行を振ったりで、アメリカとか日本とか、まあ、南米とかいろいろと話がある、まあ、一つ言うことで、でもいろんなケースがいろんな面白い話があるっていうのを、まあ、今から話はい、あとあれですよね、まあ、お子さんもたくさん今見てくれてるんですけど、今回 のメインビジュアル、そしてですね、2020年のメインビジュアルなんですけど、センターにいるのがトイレの花子さん。なぜかトイレの花子さんセンター。これよく見たらトイレの絵はないんで、これ見ただけで花子さんって分かるのすごいなと思うんですけど、確かに、ね、学校の階段も今回かなり急遽。そうですね、あの私の怖い話担当として、都市伝説的の怖い話。都市伝説の階段と、学校の階段コーナーを、で今回夏休みなので、ね、はい、サンシャインでやるお子さんも、たくさん来てほしいということで、学校の階段にかなり力を入れて、イベントに来ると、具体的に、ね、どういうイベントなのかちょっとわからないという方もまだいると思うんですけど、いろいろ花子さんとか宇宙人とかそういうもので記念写真が撮れる。そうですね、木更津駅、木更津駅、はい、世界の駅のところで、写真を撮って、木更津駅来たよっていうふうに写真を撮れるっていう。あと僕もまだできたもの見てないんですけれど、はい、花子さんが出るトイレも再現されてる近代的じゃないトイレがサンシャインシティに運ばれてくるんですかね。そうなんですね。そういうところで、和式のトイレが用意されていて、花子さんの出るような場所が再現されていたりとか、あとこのちょっとね、後ろの方の人見えにくいかもしれないけど、ここにいる書かれているのは3メートルの宇宙人と言われている、アメリカで目撃された宇宙人なんですけれど、3メートルのパネルをちゃんと作っていただきまして、はい、巨大な宇宙人と一緒に写真を撮ったりとか、でそれで言ったら、はい、階段側から言わせてもらうと、そのすぐ下にいる八尺様、はい、これですね、八尺様2007年から、インターネットの階段で有名になった、ちょっとね、田舎の方になぜか若い男の子を狙うすごく長身の白い服を着た白い帽子をかぶった女の、まあ、化け物ですね、すごくインターネットの会社の代表的な例として出される八尺サバン、これはでかいものなんで、これ来てくれるかもしれない。来てくれるかもしれないですね、はい、はい、だからこういうもうなかなか普通には見えない不思議なものがたくさんでサンシャインシティに集合するっていうイベントですね。はい、はい、今の学校とかでもやっぱり、まあ、トイレの花子さんは現役だよね。花子さんはまだ現役で、はい、人面犬とかは今の学校が伝わってるのかな。伝わってる、あ、伝わってる。ライン話しない、ライン話しない、座敷わらしの LINE 版LINE の中にいる。そうそう、 LINE で、まあ、チャットルームとかみんなでメンバー4人とか5人とかで子供たちがポーズしていると、こんな4人のメンバーのはずなのが
誰か知らない5人目の見たことないアカウントが話に会話に加わってきて、でも普通に話合わせてくるんで、まあ初めは特に不思議とも思わずに、そうだよね、あ、面白いね、あ、そうなんだみたいな会話が進んでいくんですけど、そのうちにあれ誰このアカウント、なんかこっちは4人とは別にもう1人知らない子混じってくるねっていう感じになって、え、あなた誰って質問すると、その瞬間にそのアカウントが消えちゃうっていうのが LINE 話。座敷わらしって悪いものじゃなくて、その座敷わらしがいる旅館とか栄えるとかじゃなくて、 LINE わらしって悪いものではない、悪いものではないんですね。だし座敷わらしももともとは学校の階段としてもあったんで、そういうことを昔の明治時代の話でも、学校でみんなで遊んでると、すぐに4、5人で遊んでたって知らない子は1人いました。え、これ誰だったっていうと、消えてしまう。それは、座敷わらしが学校にも出てくるんだっていうのが、明治時代から、噂とか怪談としてあったものなので、全くじゃなくて2020年代になっても、ことは LINE に行くというふうに言われてます。このイベントだとこういう昔から、まあ、ルーツみたいな、はい、こういった都市伝説のルーツとかも楽しく学べるっていう感じなんですね。なかなかのおすすめユーマンとかユーマンとか、そうですね、だから今回都市伝説はサンシャインシティさんで夏休みやらせてもらうということで、ユーマは実は子供人気が強いと言われてまして、そう、あの小学生は特に男子は、ね、今最強決定戦みたいな、今回出てて、はい、動物とか昔ながら絶滅してしまった動物、恐竜とかティラノサウルスどっちが強いかとか、そういうのが男の子の世界で特に大人気なんですけど、その中に、まあ、いるかどうかわからないユーマも、よく入れてもらってまして、最強の未確認生物ユーマとして有名なのが、候補で、モンゴルで目撃されている、モンゴリアンデスワーム、モンゴリアンデスワームか、モンゴリアンデスワーム知ってる方、あ、すごいこの知名度の低さ、いやでもこれ全部この子分かる、あ、お子さんも知ってる、あ、男の子や、ほらやっぱり男の子人気ですよ、ユーモ、一人しか知らない、説明しないと、モンゴリアンデスワームではモンゴルのゴビ砂漠に記載されている、まあ、大きさはちょっとまちまちなんですけれど、3、40センチぐらいのイモムシみたいな、あ、意外と3、40センチ、そんなに大きくなくて、で、まあ、イモムシみたいなものってそんな強そうなイメージがないと思うんですけど、こいつものすごい猛毒を持っていまして、で、あのマムシとかももちろん毒は持ってるんですけれど、このモンゴリアンデスワームの恐ろしいところはですね、あの死体を発見した男の人がモンゴリアンデスワームだって言って棒でつついたんです、はい、そしたらどういう理屈かわからないんですけど、そのつついた棒を伝染して毒が伝わってきて、その棒でつついた人も死んでしまったっていう、そのあんまり効かないタイプの猛毒を持っている、昔のこれも、まあ、ひどい人の伝説としては18世紀、19世紀とか20世紀になってもやったら手にはシャーッと毒液が入って、ポイズンブレスを入って、はいはい、結構こう数メートル先の人間とかあれがもし死んじゃうっていうのが何の時言われてるんですか、噛まれなくて言われてますね、それの流れなんまあまあ、だからでもモンゴリアンデスワームの方がこれ歴史としてはネッシーとかに来るから伝わっている未確認生物で、モンゴリアンデスワームの調査を国に命じられて探検した人があのインディ・ジョーンズのモデルに、結構昔から海外では有名な未確認生物なんですけど、でこれ毒だけじゃなくてモンゴリアンデスワームは電球も流すことなんです、電球なぎみたいに電気も持ってる、毒だけでもすごいのに電流を伝えて、でここから先は本当都市伝説なんですけど、あのモンゴリアンデスワームをアメリカ軍が捕獲しようとしたんです、はい、そしたらあのアメリカ軍がモンゴリアンデスワームの電流攻撃で撃退されてしまって、アメリカより強い未確認生物というふうにムーに書いてあります、ムーに書いてあったら本当に書いてあったら残念そうだったのかなって思って、そういう、まあ、ユーマっていうのは、まあ、最強生物候補がたくさんいて、
あとまあそのちょっと吉田さんの話と近いところで言うと、有名な企画に行くんですけど、じゃあもう皆さんご存知だと思うんですけど、土の子、明日のプリキュア土の子会ですね。土の子はみんなプリキュアに来るかどうか知らないけど、明日のプリキュアは土の子を探そうという会だから、ぜひみんな見よう。はい、ちょっと土の子とこういう話題になっちゃダメだよ。別にお前はプリキュア見たっていいでしょ。
ちを強くされていったということで、さあ個人的な存在を知っていても、この話、ね、最後に迫っている話は見てしまいます。知っている人少ないな。逆に言うと知っている人少ないんだったら、明日から友達に合コンとかで女の子にやってあげると、キャーってなって、振られると思います。あまりあの都市伝説はあのコンピューターが使えない。そんなことない。ユーマはあんま使えなさそうですね。いやいや、だからこれで、ね、いろんな情報、いろんな面白い話をしてるから。そうですね。でこれで、いろんな話をユーマもユーマも学校の階段も話を仕入れて、友達とかね、いろんなところで語っていただければ、非常に充実した夏休みの部分。夏休み明けにちょっと特別なサイン、あの写真とかもやっぱりあの、まあ、テーマパークでいう話じゃないんですけどね、ミッキーマウスとかの写真とかはね、みんな撮るでしょう。でも花子さんとか、あと今回宇宙人の顔はめ看板があります。あの皆さん知ってますか。今の若い子知らないから、連れ去られた宇宙人っていう、あの2人がこう宇宙人、ちっちゃい宇宙人を連れてる有名な写真があるんですけど、ちっちゃい宇宙人が、まあ、宇宙人ではあの形状で、そうですね、はい、この捕まってる宇宙人の顔のところに皆さんが置いてる顔画面パネルが、こんな顔画面パネルが撮れることはないです。いやいや、絶対そのインスタとかにアップしないと。これはあのちょっと他の人との差別感もですね、ね、あとあれですよね、あのいろいろ今回サンシャインシティさんとでやらせてもらえるということで、今何だったって我々が撮ってるんですけど、いろいろコラボがあって、はい、サンシャイン水族館の屋上でしたっけ、はい、屋上とか、まあ、空が見えてる。サンシャイン水族館とのコラボで、はい、UFO 呼びができる。 UFO 呼び失笑ですよ。いや、わかんない、UFO 呼びってあるんですよ、ハーブですね、はい、あのこの世界中にはいわゆるテレパシー的なものを使って、はい、UFO を呼べるっていう主張してる人がたくさんいる。主張してる人、主張してる人っていうことはよくないですか。その人、うちの一人の方が、僕が来てくれて、有名な方でしょ、秋山誠さん。秋山誠さん、日本を代表する超能力、元超能力少年、今はもうおじさんですけど、秋山誠知ってる人って、秋山誠さん、秋山誠さん、じゃ あすごい、モンゴリアンデスマグより知名度ですね。小学生が手を挙げたんでしょう。小学生が手を挙げさせてた、ちょっとね、あの親御さんの教育が怪しくなってくるんですけど、私あの僕も出てたんですけど、あのビートたけしさんが司会の超常現象を信じてない人と信じてる人で喧嘩する番組の年末によく、あれにあの僕が出るよりもずっと前に秋山さん出てて、一番喧嘩中にマジ逃げして途中で帰った、一番知的なタイプだと思いきや、あの大月教授にめちゃくちゃ言われてやってられるかって言って帰ってきたんですけど、その方がね、サンシャインティスとかの屋上で、はい、あの UFO 呼びをやって、皆さんも一緒にこの上空に現れる UFO を見ることができるんです。それどうなの、秋山さんは有名なのはUFO 呼び注文が、やっぱり皆さん覚えてる、これだけは覚えてます。これ一番有名な注文、一応名前が覚えなくていいから、これだけは覚えてますね。あのみんなやってください。はい、ベントラ、ベントラ、ステンスピープル、ベントラ、ベントラ、ステンスピープル、これをずっとそらに繋いでいると UFO がやってくる。ずっと子供だったけど、ベントラ、呼びそらは宇宙語なんですよ。ステンスピープルは英語だから、これがちょっと他出てないんですよ。だからそのベストラベストラなんか注文すればいい。だって意味としては、まあ、ベストラベストラでも要はあの来てくださいって、ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム、中国人さんとか、はい、ベストラもね、非常に有名になって、今、バラエティー番組、まあ、ちょっとね、あの逆的な感覚があったり、そうですね、あのフィギュアの話をしたから言うわけじゃないんですけど、あの今やってる仮面ライダー、仮面ライダーガッチャードでもベストラ、ベストラ、おー、UFO モードみたいなのもありますか。 UFO の力で実力ライダーといって、その時はベントラベントラ、日曜の朝はお客さんとステムストーンを手に合わなかったのに、なんかこの UFO を見ながら立ち上がったというのが手に入れの中で、まあ、手に入れてて、まず行くと、そうですね、秋山さん、サービス名車持ってなかったんで、
機嫌が良かったら流行読み以外の仕事力もつけてくれる。そうですね、やってくれる。もしかしたらまだ応募してる。まだ応募してるみたいなので、そちらに出てたのは公式インスタアカウントで、こちらから応募していただくと、ツイッターなんかもいろいろね、そのイベントの情報があるんですよ。ものがあるので、それを見ていただいたら一緒に写真を撮ってもらったりということで、夏休み自由研究、これでそうだ完全にいきます。パネルの書いてあるの丸としても丸としてもいいよ。真面目な子がいるからダメだよ。ダメ丸としちゃダメです。丸としちゃダメだけど、でもまあ、短く読みやすく書いてるんで、そっちの取っかかりにして調べてもらえれば
たくさん調べがいのある話、ものばっかりね、階段の UFO、UFO もあるんで、それ調べていくとどん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 面白い、自由研究が。いや、ぜひね、お友達とか誘ってみんなで楽しめる、あの都市伝説系のイベントってちょっとどんよりというか、まあ、ちょっと陰気な空気になる時が多いんですけど、これは割とワイワイ楽しめる感じなんで、ね、あのみんなで来てもらえれば映像的なものを流したり、そうですね、流れますよね、いろいろ映像も流れるし、自由研究にお伝えしたとデートにも、あ、デートはね、前回去年もやったんですけど、はい、結構カップルの方来てますよね。で、はい、これのデートに来てくれるって楽しめる方は絶対に結婚まで行けるんです。確かにこれデートに誘ってたこれあこれもこんなのにでもそうなんですよ、こういうデートに一緒に来てくれる人と付き合った方がいいよ。で、まあ、これがこういうのが嫌いな人と付き合ったらやってくれる人ね、うん、いやだって一緒に和式便器で走り上げる人和式便器で走り上げる人汚いんだ、花子さんコーナーで走り上げる人と付き合った方が絶対幸せ。いやいやいや、まあ誰もまあ自分の中に来たからね、そういったらまあそういった意味でもいろいろと来て、ね、いろんな人に来てもらって、逆に言うとあんまり知らないな、興味がないなっていう人も、来てもらって、あ、こんな面白いんだって思うかもしれないし、あ、こんな気持ち悪いやつらがこんな展示してんだって思うかもしれないけれども、まあ、ぜひね、あの来て、そうはない。そうですね、あの子供に知ってほしい、お子さんたちに知ってほしいのは、はい、こういうことをやっていても生きていけるんだっていう。そうですね、はい、我々これでご飯食べてます、ね、一応アルバイトしてないです。アルバイトしてないですからね、僕らこれだけでご飯食べてますだから夢がありますよね。夢がこの国には夢があるっていう。そうですね、いろんな生き方があるんだなって思う人生の選択肢って、まあ、公務員とかになった方がいいと思う。まあ、そうですね、あのおすすめはしないけれど、ただあの人生に疲れた時にこういうドロップアウトドロップアウトしたってドロップアウトしてこうなったっていう、まあ、普通の会社ってのはあれじゃないですかね。まあまあ、でもこういう、まあ、いろんな意味で、もし来ていただければイベントまだもう一つあるんですよね。はい、今日変わっているに、僕らも任せないことに1人くらい、はい、あの内容が盛りだくさん。そうそう、はい、ありがとうございます。ということで、プレゼンテッセン2024よろしくお願いします。ありがとうございます。吉田ゆうきでした。高田さけでした。ありがとうございました。この都市伝説展のイベント期間中に、はいはい、中澤先生あのトークショーもやるんですよね。そうです、12日の時間は今出てるのに今ちょっと忘れちゃったんで、はい、12日にですね、だこのイベント8月10日からなので、イベント開始の3日目に、こちらの会場で僕トークショーもやらせていただきますので、まあ、もし、まあ、その日空いてないって人はしょうがないんですけど、何日に行こうか悩んでる方はぜひ12日に来ていただけると中澤武史のトークショーも見れますのでよろしくお願いします。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。